はい、皆さんこんにちは、森有です。なんか若干ちょっと左なんかちょっとポジションここなんだけれども、椅子的にここなんですよね、許してください。はい、ですね、でもすっげえ寒くてなんか3枚ぐらい重ねてるんですけど、今日ね、多分ね動画2、3本出しますっていうのはちょっと急ぎがありましてですね、まず1個目の動画はこれから今何のダイエットしてるんですかっていうダイエットの機械の紹介をしたいと思います。で、詳細の機械の詳細、これを使っているよっていうまあブログというかお知らせというかな感じのを今から撮っていこうと思っております。で、2個目になりますけれどもですね、今使ってる脱毛器があるんですよ。で、私今脇ツルツルなの、もう見せたいぐらい、でもコンプラ引っかかりそうだからなんか見せられないんだけど、本当に今脇ツルツルなの、本当になんか本当に生えてきてなくて、で、その家庭用の脱毛器の紹介、すごく気になる、これ本当に気になる、家庭用の脱毛器のご紹介の動画で、別に今日それはあげなくてもいいんですけれども、あのね、私のこのね腕のね、見せたくないんですけど、腕がなかなか私ねちょっとねなかなか生えてるんですよ今腕で、まあ、足とか腕とかあとこことかね考えたんですけど、結果腕が一番クリアかなと。ここってなんか嫌じゃない、なんか見たくないしさねえと思ったから、とりあえず腕をはいやりたいなと思います。で、3つ目なんですけれども、いつものラブログ、あれこれ4つになるな今日、あれ、あ、じゃあそれ1個明日にしますね。ほんで今日もうラブログ上がります。で、1時間か2時間おきぐらいにちゃんとこうポンポンポンと出していこうと思っているんですけれども、今日はですね、前回ファンレターの宛先を言ったと思うんですけれども、私が夜中に上げたばかりにね見れてない子がいるんですよ。なのでちょっとファンレターの宛先を取り直したいと思います。はい、ということでちょっと1個目の動画ですね、私が普段使っているダイエットの EMS の紹介をしたいと思います。はい、早速ですけれども、じゃん、私はこれを使ってダイエットをしてます。これすごい軽いんですよ、ほら、なんて言うんだろう、めっちゃ軽量、本当に軽量、薄いし、これ iPad なんですけど、 iPod か iPod なんですけど、薄さ、まあこれ、まあこれが結構ごっついんだけどさ、本当に薄さそんなにね、この iPod と変わらずで、何と比べたらいいかな、でもねぶっちゃけねこっちの方がちょっと重いかもぐらい、同じぐらいの重さをしてます。はい、でこれはですね、使い方的にはまずケーブルが1本と2本、はい、こんな感じであります。それでここの横っちょに刺します、ケーブル刺します。はい、でこっちにもあるので横っちょ刺します。はい、横っちょ刺してこんな感じになります、こんな感じね。それでですね、この先端の部分ですね、刺すところがあるので、で今日はね私これ張り替えの時期になりました。使ってもう3ヶ月4ヶ月くらいになるんですけど、これもうですね使用期限がまあ約20日間ぐらいなので、これはもうポイするので取ってしまいました。で今日新しいパッドが届きましたので、これを開封していきたいと思います。はい、すいません、隣で寝ててですね、いびきがねすごく熟睡しております。はい、すごい寝てるね。はい、おいでパカンと開けますと、デリーンとこんな感じでパッドが入っております。で中にはね説明書がちゃんと入っていて、1ヶ月
ご使用回数が20回を超えた場合、変えてください。あとは1ヶ月後、今ね開封したので、今日から1ヶ月なので、12月の18日までに使用をしてくださいということです。でなのでその20回まずまあ過ぎますよね、まあ、だから20日間ぐらい毎日使ってても20日間ということで、でこれを、まあ、毎月1800円パッドを交換するんですけど、まあ、この機会はね本当に頑張りました。私へのご褒美としてですね、買わせていただいたんですけれども、これねダメになったやつとね多分比べるとすぐ分かると思います。分かる？このほらこのすり減ってる感と何もない感分かりますかね。あのなくなってくるとあれなんだ、本当にあのなんていうのかな、張り付いてる感がなくなっちゃうんですよね。そうで、あ硬い、張り付いてる感がすごくなくて変な感じになるんですよ。で効果がもうやっぱり薄れてしまうので、すぐにやっぱり20日間超えたら20回を超えたら変えた方がいいですっていうのはそういうことなんですけれども、まあこんな感じでねこうやって貼り付け、こうやってポイ、これすごい簡単なんですよ。ここにこうやってはめるだけなの。こうやってまだあります、あと1個あります、電源があります。もうこれは出力のするものがすごく高い電波になっているので、ここにプシュッと刺してもらって電源入れます。はい、電源を入れるとピチッとこんな感じでなります。で電源ピッ押します。そうするとモード、マッスルトレーニング、リラクゼーショントレーニング、エクササイズ、エクササイズ、エクササイズ20分と40分があるんですけれども、私はいつも、肩甲骨とお腹と、太ももを重点的にやっていて、お腹をね結構やってますね。で何だろうな、腹巻きとかでもいいですけどバンドとかでこうキュッて締めながらねやったりとかして、でこういうポーチに入れて持ち歩くことができるのですごくおすすめです。でこの商品のやり方とかに関しては、また後日、まあ、これもうねお風呂後でねちょっと寒いので、次の動画も撮んなきゃいけないから、また後日水着になれる時でも、水着じゃなくても半ズボンとかになれる時でもですね、ご紹介をしたいと思います。機械の動画は以上になります。多分あと1時間後ぐらいにまた別の動画が上がりますので、皆さんよかったらやってみてください。あ、これわかる？わかるかな、これわかる、この動いてんのわかる？でもねここがしびれてる、痛い、青、まあ、二の腕とかこんな感じでできるんですよ。はい、なのでこんな感じでお腹とかにもできることができます。めっちゃ痛い。はい、ということで、はい、皆さんよかったら、まあ、興味のある方は私が後でやる、後でリクエストが来たらちゃんと出したいと思います。すごい乱れてきた、寒い。はい、ということで森有でした。深夜のトークお付き合いいただきありがとうございます。言うてまだ6時7時だと思うんですけど、おやすみなさいです。ありがとうございます。ツイッター、インスタグラム、バイオの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画もお楽しみに。チャンネル登録してね。
チャンネル登録してね。